衝撃の魔球を目撃した当時の反応。岩高、あんまりパッとしない投手なんだよな。ストレートも波だし微妙よな。で、なんか今すごくなかった。何今の。で、で、あ、やば、たまげたわ。キャッチャー取れてないやん。キャッチャー素人かよ。谷繁やぞ。無回転系か。ゲームの表現借りるならスライドパームやな。フォークが沈む原理はわかるけど、何この球、おかしくね。これはすごいわ。けど取れなきゃ意味ない。ピンポン玉じゃん。これキモい曲がり方だな。ボールに水入れてるやろ。横に曲がるフォークか。横に曲がるフォークとかもうわかんねえな。すごいな岩田、どうやって投げたんや。マジで魔球やん。バットに当てるの運やん。高速ナックル。キャッチングがうまい谷繁が取れないって相当やぞ。無回転だから本人もどこ行くかわからんのやろ。これとんでもない投手になるんじゃないか。今の時代新しい変化球生まれないと思ってたんけど、新たな歴史を目撃してるかもしれんな。なんだ今の、ナックルじゃないよな。120キロ以上出てるし、ダルが嫉妬で歯ぎしりしてそう。ナックルってこれだぞ。これは落ちるどころかピンポン玉みたいに真横に曲がってるからちょっと異常だな。細工でもしてるんじゃないかって変化。何かの嫉妬ですらこんな変化は見たことない。これはワクワクするな。すごい投手が現れたな。このチャンネルでは野球ファンの様々な発言をもとに、独自の視点でファンの声をまとめた動画を発信しています。最新の野球ニュースを見逃さないためにもぜひチャンネル登録をお願いします。